はい、こんにちは、116ウィンズです。 MLB のロックアウトが始まって早いものでもう1ヶ月半も経過しました。先日久々に MLB と選手会が交渉のテーブルに着いたみたいな話も出ていましたが、新しい労使協定合意までの道のりはまだまだ険しく、スプリングトレーニングもだんだん近づいてはきましたが、当面は今のままの状態が続くことでしょう。そんな停滞という言葉がぴったりなここ最近ですが、ただロックアウト前の FA 市場は実に盛況でした。もうなんか遠い昔のように感じますが、ロックアウト前に契約を決めてしまおうと多くの選手が駆け込みで契約を結び、中には目玉選手の契約、レンジャーズがコーリー・シーガーと10年契約、マーカス・セミエンと7年契約を結んだのが特に印象的ではありましたが、大型契約も目立ちました。レンジャーズ以外にもタイガースやブルージェイズ、マリナーズなども FA 選手と今オフ大型契約を結んでおり、このあたりのチームたちはとりあえず欲しかったスター選手とまずは契約できたことを素直に喜んでいるのではないでしょうか。いつか来るであろうロックアウト後にもこういった大型契約は続くとも見られていますね。ただ契約年数が一般的に長めで、かつ金額も高めな大型契約には当然ながらリスクが伴います。FA 契約では基本的に選手のこれまでの実績に価格をつけてお金を払っている側面が強いので、今後の成功を保証してくれるものではありません。大型契約が失敗するなんて話は全く珍しい話ではないですし、また失敗とまでは言えなくとも、契約が重りとなってしまってチームの構想に合致しなくなるなんてこともよくある話ですよね。例を挙げればパドレスは2017年オフにファーストのエリック・ホズマーと8年総額1億4400万ドルの大型契約を結びましたが、この選手が期待していたような活躍ができず、しばしばパドレスがホズマーをトレードしたがっているなんて噂も出てきていますし、扱いに苦慮している様子がうかがえます。一度大型契約が失敗の方向を向いてしまうと、他球団から見ても欲しがる存在でもないため、本当の意味で不良債権となってしまって、チームの編成に中長期的なダメージを与えかねません。そんな時チームにはどんな手段が残されているのでしょうか。最も一般的なのはひたすら我慢し続け、奇跡か何かが起きて事態が好転することを祈ることでしょうか。エンゼルス時代のプホルスなどがこれに当てはまると思いますが、契約があまりに巨額すぎて動かせない場合はこうせざるを得ない側面もありますね。どんなに成績が悪くともチームに残し続け、期待していた価値を出せなくともわずかでも回収しようとする手段だと思います。ただこの方法をとって実際に成績が好転する例はほぼなく、むしろ我慢して使い続けることは低調な成績の選手にポジションを一つ渡さなければならないことから、編成面で大きなマイナスを生み出してしまいますし、またファンからはいつまでその選手を使うんだという反感を招く恐れもあり、誰も幸せにならない結果となる場合が多いでしょうか。最終的には我慢できなくなったチームが残りの契約を捨ててでもその選手を DFA やリリースする結末も珍しくなく、エンゼルス時代のプホルスも事実上このルートをたどってしまいましたよね。ただ、あがく手段もあります。契約のせいでその選手にあまり価値がないのであれば、他の価値ある選手と一緒に抱き合わせて売ってしまうのも手です。成績面では不良債権ではなかったものの、2018年オフに債権に舵を切ったマリナーズは30代後半に差し掛かり、契約が残り5年総額1億2000万ドルと、チームの構想に合致しなくなったロビンソン・カノーの扱いに困っていましたが、前年に57セーブでセーブ王に輝いたエドウィン・ディアスとセットすることで、メッツへトレードすることに成功。メッツに2000万ドルの金銭を払ったり、またブルースとスウォーザックを引き取ったことで差し引き契約の半額近くを負担する必要はありましたが、勝負を再び仕掛ける時期、当時の時点でちょうど今ぐらいの時期を見据えていましたが、ここでカノーの年俸が重荷となる事態を避けることができました。またメッツが手放したがっていた契約を引き受けたことで、見返りの有望株の質を高めた側面もあって、カノーを放出しながらケルニックとダンを獲得できたのは、半分近く年俸を負担したのも一因かと。またプロスペクトと抱き合わせるのも手段の一つですね。2018年オフのレッズはコンテンダーとなるべくベテラン選手の補強を画策するも、かといって決して金銭面で裕福な球団でもないため、当時成績が振るっていなかった先発投手ホーマー・ベイリーを放出しつつ、ドジャースからベテラン3人を獲得するトレードを敢行。トレードに絡んだ選手たちの年俸やドジャースが払った700万ドルの金銭を含めると、差し引きレッズが600万ドル弱の負担でプイグ、ケンプ、ウッドを獲得できたトレードとなりました。ドジャースはドジャースで贅沢税を回避するために有用なトレードとなったんですが、これに加えてベイリーを引き取ったことも影響してか、有望な2人の若手選手も獲得。ダウンズとグレイの2人は共にドジャースでトッププロスペクトと呼ばれる存在となり、ダウンズはベッツのトレードでレッドソックスへ、グレイは昨年夏のシャーザー、ターナーのトレードでナショナルズへ移籍し、2人とも間接的にではありますが、ドジャースに大きなプラスをもたらしました。この他これは博打に近いですが、別の不良債権とトレードするのも方法としてはありますね。
なかなか契約規模が近い選手もいないので実現することは多くはない印象ですが、2009年オフにマリナーズとカブス間で成立したトレードはまさにこの例かと。4年契約を結びながらも初めの2年間全くもって活躍できていなかったマリナーズの先発投手シルバと、3年契約の初年度に微妙な成績を残してしまって、さらにチーム内でトラブルも起こしてしまったカブスの外野手ブラッドリーを新しい環境で一度リセットさせるためのトレードとも言えますかね。強打者を欲していたマリナーズがブラッドリーの復活にかけた一面もあって、だからこそマリナーズの年俸負担がやや多めだと思うんですが、結果ブラッドリーはマリナーズでの2年間ウィンザーボリプレイスメント 0.0、カブスに移籍したシルバは2010年の前半戦活躍し2桁勝利も挙げましたが、その後失速し2011年のシーズン開幕前にリリース。カブス側がまだマシな結果ではありますが、まあ不良再建同士をトレードしたところでそう簡単にうまくいくわけでもないのでしょうか。契約自体を見直すケースもごくわずかに存在します。近年の例ではメッツのヨエニス・セスペデスなどが該当しますが、基本的に見直すことで選手側に利益がない限り選手会が反対するため実現しないことの方が多い印象です。2003年オフに当時レンジャーズのアレックス・ロドリゲスがレッドソックスへのトレードにあたり契約の見直しを受け入れたと言われていますが、選手会の反発でトレード自体が破談となった例もありますね。セスペデスの場合、2020年の年俸が2950万ドルから一気に600万ドルまで減額となっています。これは両かかとの手術からのリハビリ中の2019年5月に彼が所有する牧場にてイノシシと遭遇し、その際にトラップとして用意した落とし穴にはまって再度大怪我、球団側と揉めそうになったところの解決策として契約見直しを受け入れたのかなと。セスペデスとの契約はこの事件以外でもメッツからしてうまくいったとは言い難いものではありますが、契約の見直しによっていくらか金銭を取り戻すことはできました。選手が怪我でプレーできない場合は保険で多少カバーできるケースもありますね。最近ではレンジャーズのプリンスフィルダーやメッツのデイビッド・ライトが該当するかと。一般的に球団は選手が怪我でプレーできない事態に備えて保険をかけているとされますが、フィルダーのケースでは2016年に彼の首の問題が深刻化し、ドクターストップがかかったため契約を残り5年残した状態で現役続行が困難に。残りの年俸1億600万ドルのうち毎年900万ドルは保険でカバーされたと報じられています。まあ、フィルダーがプレイできなかった分全額をカバーすることはないものの、保険によってその損失を多少軽減することができたという感じですかね。ということで大型契約が思っていた結果にならなかった時に、あの手この手で損失を少しでも軽減させる措置を取ろうとしているとは思います。シャーザーの契約のように期待通りの結果を残してくれるのが一番ですが、失敗した時にその後どういう行動に動けるのかはフロントの腕の見せ所かもしれませんし、それによってチームの未来もまた変わってくるのかもしれませんね。じゃあこんなリスクがあるなら大型契約しなければいいじゃんとも思われそうですが、それだと他球団との競合には勝てませんので、フロントの方々は本当に難しいお仕事をされているんだなと痛感しますね。まああまり望むものではないかもしれませんが、もしどこかのチームで大型契約がうまくいっていないなという時には、その後チームがどういった動きに出てくるのかも注目してみるとチームの考えが少し見えて面白いかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。